あの男たちが復活します。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は五条を救う人物についてお話をしていきたいなと思います。五条というところに関してはね、獄門教に封印されているっていうところで、誰が五条をね解放していくのかということでね、やはり虎杖が助けに行くっていうのもあるやろうし、乙骨が一緒に行ってくれるっていうのもあるやろうしね、もちろん伏黒も行くやろうしっていうところで、助けに行こうとする人物っていうのはやはりいっぱいいると思うんですよ。現時点ではね、この五条の封印を解くという行為そのものが罪っていう風に言われているところではあるんですけど、やはりこのまま放置しておくっていうことはないんですよね。でしかも五条に関しては獄門教の中から出てくるっていうのはもう確定のルートなんですよ。なぜかっていうと、パパグロの存在ですよね。この伏黒のお父さんである伏黒当時について、伏黒めぐみに話すのは五条なんですよ。五条の口からパパグロについて伏黒に話をするつもりっていうことを芥見先生自身がね、もうそう発言されているわけなので、じゃあこの五条と伏黒が会話するためにはどうしたらいいのかってなったら、やはり獄門教の中から五条が出てくるっていう風になってくるんですよね。っていうところで、やはり五条を獄門教の中から出していくっていうのは確定のルートでも決まっているものなんですよね。じゃあ誰がねこの五条を救い出していくのかっていうところで、だいぶ前にはね犬巻が救い出すんじゃないのかみたいな話をしていたりしたんですが、今回思ったところですよ。これに関しては実は渋谷事変の中でその伏線があったのではないのかっていう風に思うわけなんですが、その人物というのは下等なんじゃないかなっていう風に思うんですよね。この下等っていうところに関しては、黒幕に操られているこの偽下等ではなく本物の下等ですよ。元々の下等を救う五条悟という人物の親友ですよね。五条の親友である下等を救うっていうのが五条を救い出していくんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。まあ普通に考えるとね、それありえんくねっていうふうになってくるわけですよね。だって下等っていうのはもうすでに死亡している人物なんですよ。でしかもそれは五条自身がとどめを刺していったっていうところで、下等が死んでいることっていうのはもう五条が一番よく知っているんですよね。じゃあその死んでいる下等がどうやって助けに来るのっていうふうになるわけじゃないですか。じゃあそれ下等を誰かが生き返らせるのかみたいな思ったりとか、渋谷事変の時にねパパグロが出てきたみたいに下等を誰かに降ろすのかっていう風になるかもしれないんですが、そういうのではないと思うんですよ。ちゃんと今偽下等として動いてるあの下等の体ですよね。今黒幕が中に入ってるあの体に下等の自我っていうのがちゃんと戻ってきて、その体のまま五条を救い出していくんじゃないかなっていう風に思うんですよ。じゃあこの下等の復活があり得るのかっていうところで、その重要となってくるポイントっていうのが渋谷事変の中で2つあるんですが、まず一つっていうのが五条の掛け声に対して下等の体が反応したっていうところなんですよね。黒幕呪詛師の意思とは反して下等の体が反応したっていうところで、それに関してね黒幕っていうのはこんなことは初めてだっていうふうに言っていたわけですよ。今までね何十人何百人何千人っていう肉体を転々としてきていたであろうこの黒幕呪詛師ですよ。その黒幕呪詛師っていうのがそんだけ転々としてきていて、こんなの初めてだっていうふうに言っていたんですよね。体が勝手に動くなんてのは初めて、それっていうのが魂が関係しているっていうことを偽下等自身が言っていたわけですよ。つまり今のこの下等の体っていうのは今までになかった特殊な状態なんですよ。っていうところでね、下等の魂がまだ残っているってところに繋がってくる感じがするんですよね。でもう一つのポイントっていうのが、つくもが現れた時のつくもと偽下等との会話なんですよね。つくもっていうのが下等に質問していったわけですよ。でその時に偽下等っていうのがそれに対して答えているわけなんですけど、その時につくもは下等くんに言ったんだけどねっていうなことを言っていたんですよね。つくも自身はこの下等の体に入っている黒幕に話しかけたのではなく、そもそもその体の持ち主ですよ。本物の下等スグルっていう人物に話しかけていたんですよね。っていうところでこの下等の体には下等スグルの魂がまだ残っているっていうのがこの2つのところからもう分かるところなんですよ。じゃあその魂だけで体を奪い返すことができるのかって考えると、さすがにねそれは厳しそうな感じがするんですよね。ただ奪い返すっていうものではないと思うんですよ。それこそねこの黒幕が今まで転々としてきた肉体っていうのを再び利用してくるんじゃないのかっていうような話を以前にね動画で出してるんですよ。そこともつながってくるようなところでもあるんですが、黒幕っていうのが下等スグルという人物の体から別の肉体へと移る時ですよね。この移っていった後に下等の体もまた再び使うために保存しておくってなった時に、その下等の体だったりとか鴨則俊の体だったりとかね、他の今まで転々としてきて利用してきた肉体を今後再び動かそうっていう風になってきた時ですよ。もう全てに自分が入るわけにはいかない。そして肉体を移り変える時に元の肉体の術式っていうのを失っていく
くっていうところで、そしてこの黒幕地阻止の術式に関しては本来肉体を移し替える時に元の肉体の術式っていうのは失ってしまうんですよね。それがね公式ファンブックの中でも書かれてるんですが、でもそれについてこの黒幕地阻止っていうのはいろいろな手を打っているってことを言われてるんですよ。つまり本来は術式を失ってしまうけど、その術式っていうのを後々に使えるように手を打っているっていうふうに考えることができるんですよね。このゲトウの体っていうのを黒幕地阻止が操っている理由っていうのも、まあそもそも五条を封印するためですよね。五条の脳内に1分間時間を経過させるために、まあ、五条の目の前にゲトウの体で現れたかったっていうのがまず理由の一つなんですよ。でその後にこの呪霊操術という術式ですよね。これによって術式の抽出をして無意天辺を使えるようになった。それによって死滅回遊っていうのが今後描かれていくっていうのがあるので、まあ主にこの2つなわけじゃないですか。でまあ五条に関してはもう封印したっていうところで、それに関してはもう達成してるんですよね。じゃあこの呪霊操術による術式の抽出ですよ。これに関してもね、持っていたらねやはり得なものではあるわけじゃないですか。まあそれを何個でも抽出して何個でも使えるようになるのかって考えると、まあそれはちょっとどうなのかっていうところでもあるんですが、やはり強い呪霊が出てきた時にその呪霊の術式を抽出していくっていうのはかなり強いところではあるんですけど、この肉体を移し替える時に元の術式が使えなくなるっていうことに対して何か対策を打っているのであれば、肉体を移し替えても呪霊操術を使うことができる、つまりこの術式の抽出っていうのも使うことができるっていう状態にしているのなら、肉体を移し替えるっていう展開は十分あり得る感じがするんですよね。そうなった時に過去の肉体たちとともにゲトウスグルという人物の肉体も動かそうとする、その体を動ける状態にまあ作り変えていくってなった時に、このゲトウの体にはゲトウの魂がまだ眠っているわけですよね。そして他の今まで乗り移っていた肉体とは違う特殊な状態だからこそ、黒幕がこのゲトウの体から出ていった、そして動ける状態にされた時にゲトウの体にゲトウスグルの魂が再び目を覚まして、ゲトウが復活してくるんじゃないかなって思ったりもするんですよね。ゼロ巻の最後とかも見てみるとね、ゲトウと五条っていうのは笑って会話をしていたわけですよ。やはり親友だったっていうところで最後にね笑顔を交わして五条がゲトウを殺していったっていうのがあったりとか、その後にもね渋谷事変で五条の声に反応しているっていうのがあるので、五条とゲトウのつながりっていうのはそれだけ強いっていうのもあるし、まあだからといったねこのゲトウっていうのが呪術合戦に戻ってくるっていうのはそうそうない感じはしますけど、やはり特級術師っていう力を持っている人物なので、自分が体を再び取り戻した時に黒幕呪詛師のも思うように動くのではなく、自分の親友である五条を助けに行く、今まで自分の体をいいように使ってきた黒幕呪詛師に歯向かうっていう形で五条を獄門教から解放していく、そしてこの五条とゲトウの二人組っていうのが再び手を組んで戦っていくみたいなのがあったらね、より激アツな展開ではあるし、まあその後ねゲトウがどうしていくのかってところでもあるんですけど、まあやはりねこの呪術高専に戻ってくるってなると周りの目だってあると思うしね、他の人からしたら百鬼夜行を起こしたのっていうのがそもそもゲトウなわけですよ。でしかもね乙骨がゲトウのことを実際どう思ってるのかってところでもあるし、ゲトウを実際ボコったのって乙骨なわけなので、マキとかパンダとか犬マキのことをめちゃくちゃにしていたのもゲトウなわけですよ。っていうところで乙骨に関してはねあんまりいい思いはしていない感じもしますが、ゲトウっていうのが復活してくるっていうのがあればね、ゲトウが五条を復活させてくれるっていうところで、この2人の男たちですよ、特級術師の2人が復活していくっていう展開があっても面白くなってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。まあやはりこの芥見先生に関してはね、面白くするためなら誰が死んでもいいっていうことを言われているわけなんですけど、逆にね逆に誰かを死なせるのではなく誰かを復活させることによって面白くしてくれるんじゃないかなっていうね、そんな期待もあったりしたりもするので、ゲトウの復活っていうのが描かれてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は五条を救う人物についてお話をしました。ぜひねこうやって何か求めましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。